ございます。あー寒い、落ちましたね。昨日こちらの夏用の羽毛布団を出しまして、毛布にの上に乗せて寝たらちょうどよかったです。これ夏用の羽毛布団なんですけど、あのおばあにもらいました。よし、今妹から LINE が入ってきてスーツを貸してほしいって言うんですけど、大昔のスーツしかなくって、あのウエストが細いっていうか、まあ、標準なんで、妹もちょっと太ったんで多分入らないよって送ったら、今の体型に合うのを買うということになりました。あ、私昔こんなに細かったんだ。これが入るようにダイエットしたいと思います。私は朝から何やってんでしょうか。今日28度みたいなんですけど、お洋服がまだ何春物なんですよ。どうしよう、28度ってだいぶ暑いですよね。半袖でもいいですよね。困ったなぁ。プリン2つも食べちゃったしな。怖いな。ゆっくり乗ろう。ああ、59とは言えず、60ですね。ちょっと 0.5 増えちゃいました。反省します。今日は巻き場の朝。ミルクティー。まあ、これは、ちょっと今日はお預けかもしれませんね。ミルクティーを飲みます。今日泊まるホテル、ヒルトンですね。ヒルトンに着きました。ここがロビーで、ですね、ロビーからラウンジっぽいところに勝手に入って、そうすると目の前に、あ、ここね、パタヤビーチですよ。はい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 、夫さんは今パタヤビーチに来ています。見えますか。なんか尋常じゃないぐらい、なんだこれ、尋常じゃないぐらい船が浮いておりますね。はいはいはい、これが有名なパタヤビーチなんですかね。うん、今焼けるような日差しがあって痛いです。すごく痛いです。でちょっと行くと、ここはプライベートプールなんですかね。結構人がいる、人いないですね。はい、こんな感じです。とにかく船が多いなという印象です。海は汚いです。それじゃあ、はい、今からおかまさんたちのショーを見に行きます。すごい門構え、ティファニーショー。はーい、すごいですね。はい、これがおかまショーが行われるステージです。なんか映画館の感じです。でもカラカラです。あんまり人が入っていません。今日もベランダの平和と安全を守っている守るくんです。守るくん、よろしくお願いします。守るくん、また今日も鳥糞が落ちてましたよ。どうなってるんですか。なんか雲が昇ってますね。守るくんに雲が昇ってますよ。見てください、鳥糞。もういい加減にして。今日の朝食ができました。今日はキャベツを茹でた
マヨコンがけ、納豆、そして、巻き場の朝、ミルクティーです。ではいただきます。お師匠さん、いつも YouTube 楽しみに見ています。ありがとうございます。動画に関係ないのですが質問させてください。はい、私はご近所トラブルでご近所の方から嫌われています。私もいけないこと部分があったかもですが、そこまでされる筋合いはないと思っています。お師匠さんの YouTube を見る限り、ご近所とは少し距離があるお家に感じます。はい、私の家はご近所が密集していて毎日誰かと会います。もし誤解なので嫌われてしまった場合どうしますか。お師匠さんの意見が聞いてみたいです。よろしくお願いします、とのことです。そうですね、うちの実家も密集してまして、あそこはいいとして、ですね、もしそうなっちゃったら、そうですね、もし、あ、浦上さん大丈夫ですか。ちょっと気分が悪くなりまして。大丈夫ですか浦上さん、今相談中なんでちょっと我慢してもらえますか。はい、ですね、私だったらその、町内会長さんとか一番権力を持った方に、まず一人相談します。一対一で誰かお話しして、味方になってもらう方を一人見つけますね。で、そこから徐々に広げていくような、仲良くなっていくような感じにした方がいいんじゃないでしょうか。全然参考にならないと思う。私ならどうするかですもんね。私だったらもう本当に、一番権力のある人に一人相談して、します。で、その方に、みんなにお話ししてもらうか、みんなとお話しする場を設けてもらうとか、誤解だったらもう誤解を解くしかないんで、まずはその誰か一人、権力のある人に相談します。皆さんの意見も、多分先輩方の意見も聞いた方がいいと思いますんで、先輩主婦の方、どうか、お願いします。なんかいい知恵あったらお願いします。コメント欄にお願いします。A さん、どうですか？参考になりましたか？すいません、お師匠が不慣れなもので。それでは今日のお悩み相談室はここまで。ピシッ。はい、今日の朝食です。またなんかちょっとわかんないスープとベーコン。こんな感じでーす。洗濯物が干せました。まあ、エホバの人が回ってるので、さっさとお仕事に出かけたいと思います。玄関に置いてあるんですけど、何でしょうかこれ。なんか置き配ですかね。破れてるんですけどこれ。なんか取られてませんこれ。大丈夫？ティファールが届きました。なんか開いてたのがすごい気になったけど、ティファールが届いたぞ。これからはこれがここに並ぶわけですね。これもさ、ここがついてないだけで、このフィルターがついてないだけで使えるんだよね、全然。もったいないけど。どうしよう、もったいないな。なんか使い道ありますかね。お花の水をあげるときのジョロ代わり？置いてみました。なんか、家電、調理用品が赤と黒になってますね。これなんだろう？前のにはついてなかったけど。これ何ですかねこれ。これを見ている方で、同じやつ使ってる方いますか？どうやらですね、これが電源みたい。これをピッてやると、ジャーってなるんだって。だから、ここがオン。ここがオンオフだったじゃん。こっちの方がやりやすい。これなんかさ、折れちゃいそう。大丈夫かな？とりあえずあちらが壊れた時のために、取っておきましょう。これね。オンされてますよ、これ。見てください。ライトが
着きました。6時24分なんですけど、やっとお腹が空いてきたので、ご飯を作ります。今日はこちらの食材です。もうこんなんですよ。私さ、なんで手が筋肉痛なんだろうってずっと思ってたんだけど、スマホの触りすぎじゃなくって、これが、多分これ、この大根をするのが、多分、これのせいですね。わさび醤油で食べます。あとさ、これごま油かけたらなんかポキっぽくなるね。ポキ高知のナス、ナスのトゲでちょっと指が痛かったので、トゲには気をつけましょう。なぜ私はこれでナスを焼いてしまったのでしょうか。夕食ができました。今日は、オムレツわかんない、ポキ風焼きナス、エアコンおろし、オイコスバナナです。ではいただきます。やばい、オイコスがすごい満足感が、すごい満足感なんですけど、ごま油が食欲そそります。ポン酢があったりとしてて食欲がないんですけど食べれますね。完食しました。